ブルービーチゴルフリンクスの1番ホールに来ました。まさにオープニングホールです。まあ、ブラインドでティーショットを落としどころはちょっと見えづらいっていうのもあったりするんですけど、うん、これ、うん、ティーショットどこ打つんですかね。これ右のコーナー、はい、まあ、左の正面のバンカーまでが240突き抜け。これは結構やっぱりレイアップですよね。そうですね、レイアップする人が多いと思います。バンカー横とか手前ぐらいに5バウンドぐらいで打ってる感じですかね。ですかね。ここか。なんかテレビで見るより全然狭い。この辺がですね、もしレイアップすればこのバンカーの手前220から30ぐらい打ってこの辺ですね。実際立ってみていかがですか。うわあ、これは絶対フェアウェイ置きたいですね。一番は。じゃあやっぱりこう前にドーンっていくよりはこの辺に、まあ、多少ですけど広めのところに打った方がいいっていう感じですかね。はい、でなるべくなら左サイドはあんま良くなさそう。うん、おお。なぜですか。こう結構なんていうんですかね。うん、こう傾いてますよね、ここも。そうですね。フェアウェイが。一番の左側が山で右側が海になりますんで、まあ、山から海の傾斜がかなり。なので左のラフにもし入った時は、うん、もうグリーンもやっぱり左か右に傾いてるので、はいはいはい、もう乗らないですよね、どうやっても。いや、まあ最悪はじゃあこんな左のラフってことですか。左のラフは最悪ですね。うわ本当だ、このロケーションはもうなんか止まれば、うん、ラッキーですけど、もうピンを狙うというレベルではなくて、はい、グリーンを乗ればラッキーというレベルになるわけですね。そうなると、うん、やっぱり右サイドってなりますよね。そっか。まあでも、うん、ティーショット行けば、あのフェアウェイ行けば、うん、あのグリーンには乗せれると思うので、うん、あのバーディーチャンスは結構な確率でつけれるんじゃないかなと思うので、そうなるとやっぱりバーディー発進いいっすね、できたら最高ですよね。最高ですね。はい、ティーショットがポイントだったということですね。はい。